リガスーパーマーケット屋根崩落事故は、ラトビアの首都リガ市、ゾリトゥーレクに存在したスーパーマーケットの屋根が2013年11月21日に突然崩壊した事故。二次災害に巻き込まれた消防隊員を含め50人以上の死者を出した。2013年11月21日午後6時ごろ、遊国の買い物客で賑わうスーパーマーケット巻島の屋根が突然崩落。 多数の買い物客が落ちてきた天井の下敷きとなった。リガ市の消防隊員は、直ちに現場に駆けつけ救助活動を開始したが、屋根が再び拡大崩壊し、救助活動中の複数の隊員が犠牲となった。死者、行方不明者数が50人以上となり、ラトビア国内において過去最大級の惨事となったことから、政府は同月23日から3日間の服務を宣言した。 また、同27日には、ドンブロースキス首相が、悲劇の政治的責任を取るとして、辞任を表明した。崩落の原因は調査中であるが、事故直前のスーパーマーケットの屋上は、6屋根のスペースを利用し、土で覆われた屋上庭園や子供の遊び場になっていた。屋上に庭園を作る作業が行われていたとの、地元メディアの報道もある。リトビア内省の 建築基準の遵守に問題があったことは明白とのコメントもあり、崩落の原因は建物の構造上の欠陥、設計、思考上のミスなどが有力視されている。ありがとうございます。